皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。今回の衆院選挙で大敗北を喫した自民党。投票日翌日には小泉進次郎選挙対策委員長が選対委員長として結果の責任を受けて職を辞しますと石破茂首相に辞表を提出した。写真あり、小泉進次郎氏も厳しい表情、大敗を喫した自民党。しかし党内からは。 まず責任を取るのは、選挙期間中、あろうことか非公認候補の政党支部に2000万円の政党助成金を入金した森山宏幹事長ではないのかという声がくすぶり続けている。X にも、苦しい選挙にした張本人が森山宏幹事長、責任を一番若い者に押し付け、自分は居座るなど恥を知れと言いたい、など、批判のポストばかりが目立つ。 実質的に選挙実務のトップを担うのは、党ナンバー2の幹事長です。森山氏に関しては、選挙での大敗のみならず、2000万円入金の大ポ化もやったわけですから、辞任の声が出るのは当然です。しかし、会見では過半数の目標を達成することができなかったことは、大変申し訳なく思っておりますと陳謝はしたものの、大変難しい時期なので、国政が混乱することなく。 補正予予算算や来年度予算の編成に向けてて微力をを尽くしししいいきたたと続投宣言をしました党内基盤が弱い石破首相も森山幹事長を交代させる気はさらさらありません政治担当記者自民党の刺激も総裁選の最中から石破氏は森山氏に幹事長就任の打診をしていたよ少数派閥の領収だが国会対策委員長も長く務め 党内外に人脈がある森山氏以外に幹事長の選択肢はなかったと証言していることから交代はないものとみられる。党内外から非難合々の森山氏。しかし、本人の懐事情は至って潤沢のようだ。というのも、森山氏が株長者であるのは永田町では有名な話だからだ。資産等報告書によると、森山氏は IT コンサルティングなどを手がける。 フューチャーの株式をおよそ116万株、保有しています。個人大株主ですよ。同社の年間配当は42円なので、森山氏には年間およそ4800万円、税引き前の配当があります。ちなみに、森山氏の持ち株の時価総額は20億円超にも上ります。前出政治担当記者。なぜ森山氏は、同社の株を保有することになったのか。 2023年7月7日配信のマネーポストウェブが森山氏のインタビューを掲載しているそれによると同社の創業者である金丸康文社長と森山氏は同居金丸氏の父親は鹿児島市議会議員時代からの森山氏の講演者だったというそうした縁で金丸氏を応援する目的から創業時1989年 当時はフューチャーシステムコンサルティングに210万円を出して42株を取得したという。その後、同社は右肩上がりに成長し、2002年には東証を一部、当時に上場。この時には、びっくりする値段がついた、2022年7月22日、朝日新聞、ともり山氏は語っている。その後、同社が何度かの株式分割したことで、 森山氏の持ち株数も増え、現在の116万株の所有に至ったという。決して戦略的に投資をしてきたわけではないようだが、その結果が現在の株長者の座へと森山氏を押し上げたのだ。個人としては、何の気なしの応援で潤っている森山氏だが、非公認候補への2000万円もの、何の気なしの応援は、自身に災いをもたらしている。皮肉な話だが、 もう少し自らの責任について意識的になっても良いのではないかどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう